こんにちは、スポーツ部長のテラです。マイクも入ってんだよね。今日は外に散歩に来ました。階段ってよく走ったり あると思うんですけど、ちょっと登り方、階段を使った登り方で、ちょっと下半身を使ったポイントがあるので、ちょっと行きましょうか。まず一つ目は、階段はここを踏まない。なぜかというと、ここまで足を入れると足の裏全体で地面を押すようになるので、つま先でよく歩けって、こうやって楽にしてるんですけど、これを一番奥まで入れて足の裏全体で押す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 、これだけで筋肉の可動って全然違って、ふくらはぎだけの筋力発揮で、足のふくらはぎトレーニングだけではなくて、ふくらはぎだけではなくて足の裏を全部つけてやると、太ももの裏やお尻にの筋肉の可動が増えてきますので、階段を上がる時のポイントその1、足の裏全体で奥までつま先を入れて上がる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 、この意識を持つだけで、ふくらはぎが太くて嫌だっていう人はちょっとお尻周りに刺激が入ると思うので、階段をたくさん登っている人はそんな意識をするのもありかなと思いますので、ぜひやってみてください。まずその1ポイントですね。次はお尻で上がれです。お尻で上がれ。お尻は膝を伸ばした時に一番働いてくるので、足がついたら必ずお尻が締まるのを確認して上がる。うん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 、うん、ちょっとした意識だけで筋肉は使われやすいので、ふくらはぎを使う、太もも、膝周りを使うのではなくて、お尻で上がるんです。ギュン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 、ちょっとだけお尻を前に突き出すぐらいのつもりで、前に突き出すぐらいのつもりで不自然なく歩いてみてください。ギュン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 、こういう意識を持って階段を上がるだけで体の使い方とか筋肉って変わってきますので、ちょっと階段、こういう低い階段でも構わないので、お尻を使ったヒップ、動きを使った階段上がり、いかがですかね。この2つ、階段を見つけたら奥まで入れる、お尻を使って上がる、このエクササイズぜひやってみてください。では次に行きましょう。まだまだ基本的にはやっぱり設置の時の足をつく時の膝がぐらつきとかなので、走り方だと思いますね。走り方で、膝とつま先の方向が一致していない、ついた時にぐらっとこうぐらっとなってきしまう人っているんですよね。こうその時につま先が外向いてて膝が内側に入っていることを何回も何回も繰り返していると、ここに圧迫ストレスが入るん でこっちがこう膝ってこういう動きしかしないのに、こういう動きになっちゃうじゃないですか。そうするとこう膝内側を痛めたりとかっていうのはありますよね。なんで瞬間瞬間なので、その辺はちょっと細かい指導になっちゃうんですけどね。平坦なところで歩いているのと、こういうちょっと石がボコボコしている、この上を歩くっていうのは、これものすごいバランストレーニングですし、身体活動的にはこれトレーニングになります。設置をしている局面が、場所が小さくなると、小さくなればなるほど設置をしている場所で不安定になってしまうので、もしくはボコボコしているので足の裏のセンサーが働いて、あ、ここでもここでも、しかも片足局面を作ることによって、すごいこれ身体能力的には立派なトレーニング、バランストレーニングという形になるので、ここはいいトレーニング上手ですね。でも何気ないこういうところに考えると、トレーニングをする環境っていうのは出てくるのかもしれないですね。大人になると大体いいところしか歩かないですし、大人になると遊び心がなくなるので、身体能力がどんどん低下するっていうのはそういうところにもあるのかもしれないですね。なんでこう脳に対する負荷という、体に対する負荷とか、そういうのってリンクしてくることがたくさんあるので、あまりにもいい設置された環境でばっかり動いているとアクシデントに対応できない選手が出来上がってくる、怪我が増えるっていうことも言われています。
いいサーフェイスばっかりで動いちゃうんで、滑る局面だったり穴が開いてたりこういう石があるところでじゃあ全力で走れるかって言ったら走れない選手がやっぱ増えてきてるっていうのも言われてますね。はい、公園に移動してきました。横にどこにでもある電柱なんですけど、動かないものに対して力を加えるっていうのはこれも実際の、トレーニング種目の中で非常にあって、重たいものを持ち上げるのではなくて力を加えるのも筋の力発揮としては全く同じなので、今日は、この電柱を使ってみんなが鍛えたいこの胸ですね、胸の大胸筋という筋肉をじゃあどうやってトレーニングしようかということに使っていきたいと思います。大胸筋ってよくベンチプレスもしくはフライ腕立て伏せ全部見てもらって分かるように腕を前に後ろから前に後ろから前に後ろから前に動かす時に働くのがこの胸の筋肉大胸筋になるので、こいつを押せば押せば大胸筋は必ず働いてます。なので一番最初にやるのは押して大胸筋を収縮していく、体重をかける、動かす。動いてるのは自分が動いてるんですけど、こいつを動かすつもりで力を加えればこれ立派な大胸筋トレーニングになります。体重をかけるのでこの足で私をこっちに押す、こっちに押す、こっちに押す、そいつを支える、この足でこっちに押す、こっちに押す、支える、力を加えて1、2、3秒、1、2、3秒、1、2、3秒、私はこうやろうとしてるわけですね、こう押そうとしてるわけです。肩はこういうふうに動いてます。それに対して力を加えてというポジション。2つ目、今のがプッシュプレスですね。意識しているのは、はい、これ大胸筋のこの角度になるのでこいつをこう動かそうとしているので、この大胸筋中部繊維って言うんですけど、大胸筋の真ん中ですね、大胸筋は下の方と真ん中と上の方にあるので一番ど真ん中の大胸筋に対しての負荷になりますね。ちょっと内側に寄せるとなるとこういう動きになるので、こいつを今度はこっちに潰しますか、こっちに潰すと、この状態で体をまっすぐにしてもらって動かないものに対して自分の体は今度はこっちに足で押して、自分の体はこっちに行こうとするものに対して止めます。めっちゃ効きます、めっちゃ効きます。これ大胸筋ちょっとこうやって見たら分からないと思うんですけど、こっちの方が今膨らんできてます。これをパンプ状態っていうんですけど、張りが全然もうこっちはパンパンになってます。意識でトレーニングっていうのはできるので、動かないものに対して力を発揮する、動かないものに対して力を発揮する、その時に大胸筋になったら腕を前に出せば腕を閉じれば大胸筋が働いてくるので、うまくそこに対して地面に対して力を加えると、それを止めていけばアイソメトリックトレーニングっていう言い方をするんですけど、こんなトレーニングありじゃないですかねです。なので動かないものを木や電柱を見つけたら押す、押して意識する、3秒、3、1、2、3秒、3秒を5回ぐらいやって、動かないものに対して1、2、3秒、1、2、3秒、1、2、3秒と5回ぐらいトレーニングをすると、別にベンチプレスをやらなくても腕立て伏せをやらなくても胸板を胸の筋肉を活性化させることはできるかなと思いますので、ぜひこういう電柱やってみてください。次行きましょうでもただ走るのもこれも面白くて、よくダイエット目的で走るってなったらずっと長く走りたいって言っていい場所見つけて走ってるじゃないですか。それよりもこういう錯雑とした環境で走った方が実はカロリー消費は増えるんですよ。なんでかっていうと人が来たら避けますよね。
で人が来たらブレーキかけますよね。ブレーキかけてまた走ってブレーキかけて、もしくはこう、曲がり角がたくさんあったり、いろんなところを見たりするだけで、活動レベルって上がるので。なんでよく言って、ボクサーが減量している時に走りに行くってなったら、駅周辺を走りまくれと。人が多いから。そしたら人の間をすり抜けるし、止まってまた避けて動き出してということで、車と一緒で省エネで、燃料を使わないのはずっと一定スピードで動き続けることなんですけど、止まることってすごく大事で、さくざくとしたところを走った方が、まあ、ある意味痩せるということになります。だって街中ランはそういう意味ではいいかもしれないですね。歩くのも急ぎ走りで歩いて、ゆっくりで歩く方が実はエネルギー使ったりするんですね。そうです。自分の体が重たいんでそこに止まっときたいんですね。でもこいつを動き出すときってめっちゃ力が使ってるので、ある程度のスピードでずっと気持ちよく、分速何メートルっていうのがあるんですけど、60から80メートルかなぐらいのスピードの方が実はカロリーを使わない。当然筋肉をたくさん使ってダイナミックに動けるんであれば、より速く歩くのが一番カロリー消費は大きいんですけど、気持ちよくずっとこう散歩ぐらいな、ぼちぼち歩くぐらいだったら、実はゆっくりこうやって動いてた方が自分の体を前に進めようとする最初の一足みたいなもんですね。車が動き出す時の一足ってガソリンをたくさん使うじゃないですか。なんかそういう面白さもありますね。一般的に体幹トレーニングって言われた時に、スタビライゼーショントレーニング、スタビリティって安定固定という意味で、自分の体がブレないようにバランスを取る時に安定させる筋肉が働くってことで、スタビライゼーショントレーニング、スタビリティトレーニングってことで、飛行機がグラグラしないようにスタビライザーという装置がついているように、人間の体もグラグラしないように、働く筋肉のことを体幹トレーニングに応用して、体幹トレーニングをやってるんですけど、よく寝た状態プランク、板状という意味ですけどね、プランクにするっていうのもあるんですけど、全然なんかこういう道具を使ってもトレーニングはできるので、ちょっと体幹部に意識をするためにこういう腕立て伏せのようなこういうポジションを取りますね。で、体をまっすぐにして地面を押して、自分の体が前に一本ラインがあると思ってください。前に一本ラインがあって、こいつから、これずれたらダメです、ずれたらダメです。まっすぐな状態で4点でついてるものを3点にするだけで、体幹トレーニングのレベルとしてはすごく上がってきます。一回やってみますね。これだけです。ふーっとお腹にちょっと意識をして、少しお尻を締めるような形で、この状態でゆっくり右手を浮かす。1、2、3、ふう、う、1、2、3、ふう、う。良くないのはこういうふうにぶれることですね。こういうふうにぶれること、これをグッとお腹周りで4点でついているものを3点にするだけで、体幹コアと言われている筋肉が働くのが分かります。ふっとお腹締めて、お尻締めて、この状態でぶれないようにゆっくり上げて、ゆっくり下ろす。手ができるようになったらふっ、ぶれますね。ぶれるときは少しだけ足を狭くして、一本ラインに手がつく状態にして、手や足が一本ラインに近づく状態にして、この状態でゆっくり上げます。1、2、3、ふう、2、2、3、ふう、う。もう一回足いってみます。くん、お腹締める。1ミリも動かない。1、2、3、ふう、1、2、3、ふう。頭からかかとまで一直線の状態で、これを板状プランクって言いますけど、プランクポジションを作ったら、ちょっとだけ手をつけるようなベンチや、こういうものがあると、トレーニングのバリエーションは広がってくると思います。非常に地味で動きが少ないんですけど、
やってもらうと体幹周りの筋肉がめっちゃ働いてるのが分かると思います。ついてまっすぐを作ったら一本ずつ動かしていく、ゆっくり動かしていくっていうのが大事ですね。3、右手左手右足左足と5周ぐらいやってみると、いい体幹トレーニングになると思います。やってみてください。ちょっと散歩をしながら体を使ってみるっていうのもありだと思います。今日は階段を使っての歩き方と大胸筋のちょっと大きな筋肉を使ってボディメイキングで使うような大胸筋トレーニングとコアと言われている腹筋に対する刺激ですね、その3種類を、紹介してみました。またこういうこともいろいろ続けていきたいと思いますので、皆さんの方からこういうことをやってほしいというのがあれば、ぜひコメント欄に、書いていただけると嬉しいです。はい、今日の動画は以上になります。スポーツ部まだまだ入部届けお待ちしてますので、ぜひよろしくお願いします。入部届けはチャンネル登録です。たったこれだけでも意識がすごい、そうに見える。ゆっくりそのブレる時にゆっくり動かす時に体がブレないように一応ずれますよね。そうですね、うん、これがこうなってばいいの。そうなんです、そうなんです。それをお腹周りで押さえて、そうそうそう、あ、きつい。4点を3点指示にするだけで結構働きますよね。働きます。あのこうなる、うん、足が遠ければ遠いほどもっときつい。そうやね、そうやね。で手の幅や足の幅を広くしていけば広くしていくほど体幹の動員がめっちゃ増えるので、開けないです、開けないですよねそこまでいくと結構もう大変かな。ずっとずれちゃうんですよね。なんで地面を押してる感覚とかちょっとお腹だとかお尻を締めるような感覚が出てきますよね。これも立派なプランク運動、コアトレです。コアトレ。うん、面白いです。全然違います。まあ、地味ですね。